なんか全然明るくない、曇ってるんだけど。おはよう。充電させずに寝て朝起きたら 10% ぐらいだったおはよう。起きてますか皆さん。ハートありがとう。お疲れ GC。 メリーゴーランド愛してる。ファイト花束バラポップコーンありがとう。おはよう。起きた、おはよう。リンゴジュース大好き。はい、ありがとう。おはよう。あと1時間したらお仕事終わります。わっ、そっか、お疲れ様。お仕事の人がいる。今からお仕事に行く人もいっぱいいる。もう仕事場の人もいる。はあ、皆さんおはようございますなんか全然自然光が入ってこない朝なんですけど、カーテンを開けても本当に朝でしょうか。おはようございます皆さん。暗いな。明るくなんないかな。あ、ちょっと明るい。はよ。寒くて震えてる？お布団出れました？いいよ。鼻が朝からシュンシュンする。ゆっくり見てると遅刻するのでお仕事いってらっしゃーい寒いね。ね、なんか天気悪い。曇り。ありがとうございます。まだ寝てる？おやすみ。今日はお仕事ありますよ。でも今日は STU の方です。はい。今日はあの稽古じゃなくて STU の方の。仕事して。そうなんだ。ありがとうございます。いや、メンバーに会うかどうかわかんない。会わないんじゃないかな。
何黒そうなんだ。下北校行けなかった。行きたかった。南さんとか言ってたよね。なんかさ X で見たわ。行きたかったです。可愛かったな。写真だけだったんだけど見ました。行きたかった。ありがとうございます。観光しないか。しないよもうそう、ありがとうございます。今日はねちょっとね移動も長めなので移動して、そう、はい、ありがとう。今日月曜日か。みんな ありがとうございます。健康的なんかな。いや分からん。なんかさ昨日寝たの何時かな。2時ぐらい、2時過ぎ、2時半とか。なんか前2時半とかに寝る。ショートスリーパー買わせてないんだけどね。確かに朝配信ね、毎朝あってんね夜ねバイバイしても何時間後かにねありがとうございます。でもさ夜も見てくれてさ朝も見てくれてる人はさ多分あんま寝てないんじゃない。私とえどうなんだろう。だってさ仕事にもう行きますみたいな人いっぱいいるからさ。ありがとう初見さん、なんか目の前です。毎朝、うん、はい、毎朝やってますが11月の後半はもうやりません今だけの毎朝配信ですので、もうちょっと体力が持ちません。限定で、はい、やらせていただきます。ちょっとね11月のね後半はねちょっと別のお仕事がもあるんですけど、そのお仕事はもう結構朝の早い時間から夜の遅くまでが何日も続くって感じなので、ちょっとそれはマジで本当に多分合間見つけて配信すると思うからさ、配信時間めっちゃ短くなっちゃうかも。ごめん、ありがとう。でねちょっと11月後半はあんまり思ったより配信できんかもしれん、もしかしたら。最高何時間配信したことあるか。え、それどういう感じで1回でってこと。え、私1回だったらさ、いやね、ど、あの何オーディション、ドラフト候補生のオーディションの時が一番長かったけどなんか7時間ぐらいやったことあるよ続けて確か。
7、8時間ぐらいやったことある。おかしいよね、やばいよね。7、8時間ってさあ、普通にさ1日の3分の1ぐらいさ一気にやったみたいなことあるよ。でもね、 STU 入ってからはね、多分3時間ぐらいなんじゃない、長くてやったの。ありがとうございます。ん、ご飯どうしたか。え、なんかさ、クッキーとか作ってさ、配信でひたすらさ7時間ぐらいクッキー作ってさ、もうやばいよねクッキー7時間ぐらい作る配信やばくない？もうひたすら何回もこう焼いてこうこね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 、型抜き焼いて、うん、多分 STU 入ってからはね、こんなにめっちゃ長いロング配信はしたことない気がする。なんか料理配信とかしてたら3時間ぐらいになっちゃったみたいなのあるかもしれんけど、ありがとう。昔のイベントは3時間ルール、あ、そうだからさ、あれだね、あの加入したての総選挙ぐらいの時のイベントは割と配信してたね。そうそう、時間無制限だったからね。料理配信なんかしばらくやってないね大きい卵焼き、え、そう、作ったことある。なんかホットプレートででかい卵焼きを作ろうっていう、なんかよくわからん発想に陥って、でなんかでっかい卵焼きを作りましたね、試みました。懐かしいです。なんであんなこと考えてたんやろ、よくわからん。なんかあの結構挑戦するのが好きだったのかもしれませんね。料理配信、うわ、もう11月はないんじゃない、料理配信多分しないよあのね、あれなのよ、家にいないのよ11月、ほぼ、そう、ほぼいないの。もうちょっとはいるけど、今年はないか、あ、12月だ。お姉ちゃんと会えないか、まあ家に帰るタイミングがあった時に会えるかな。ふきさん、ありがとう。中村舞です。お姉ちゃん寂しがってないでしょ、お姉ちゃん一人の時間も楽しめる人だから。じゃあね、そうそう、クリスマスケーキ、ちょっとやめてください、クリスマスの話早すぎます。もう今年が終わるって感じるから寂しくなっちゃう。家にいなくて、そう、なんか家にいなくて、お姉ちゃんが今月は家賃いいよとか言ってきたけど家にいなすぎるから、ちょっと待って、目覚まし ちゃんとついてる、これ見ないといけないから。
言ってきたよ。いやーって、いや払いましたよ私だって、ちゃんとさ住んでるもん一応、荷物置いてるし源さんありがとう。中村舞です。偉い偉くないよ、でも全然なんか家族は全然本当にもうお金とかいっぱい使ってほしいって思う本当に。なんか使ってほしいっていうか、自分のお金でも本当いっぱい使ってほしい、使ってあげたいと思うから、ありがとう。家族だからね。実質一人暮らし、お姉ちゃん？そうなるんかな。かっこいい。ありがとう。でもね、LINE は毎日してるよ、お姉ちゃんと。毎日かわかんない、毎日ほぼ毎日。いや、ありがとう。大人になっても姉妹で一緒に住めるのすごいです。なんかでもよく姉妹仲いいねって言われることは多いですね。でも仲いいと思う、本当にめっちゃ言われる。ありがとう。そうなの、姉ちゃんと仲いいんだ。一緒にお買い物も行くし、まだだね。ありがとう。あ、43分ありがとう。胸が関わるのに、まあ、家族だからね本当に。あとね、うちのお姉ちゃんお金めっちゃしっかりしてんの、本当にね。もうなんて言うんですか、きっちりしてるから揉めることが一回もない、そのお金関係で。絶対にないな、 100% ない。そうなの、お姉ちゃんはしっかり者なんですよ。しかもさ、やっぱ同じ環境で育ってきたからさ、金銭感覚も似てるからさ。そう、なんか揉めたとか全然ないよ。割り勘は1円単位か。でもご飯行った時とかさ、あれなんだよね、なんかね、共同財布みたいなのあるから、その共同財布に入れてて、で、あのもうご飯外食するってなったら共同財布とか持ってくので、そこから出したりするの。うん、だからなんか基本足りなくなることはないから、そこから出すか、もう持ってなかったら、え、割り勘するかな。なんかね、ご飯に関してはね、割り勘はなんかどっちかが払ったりするか、まあなんか大体で割り勘するか、どっちか。でも基本財布持ってってる。割り勘じゃない、共同財布。
共同財布なんか それで あれも生活費も払う、生活費っていうかなんか日用品とか買ったりしたり、そのお金は大事ですよね。大事。でもさ、仮にさ、まあ、ないけどさ、お姉ちゃんがさ、おごっておごってって言ってもさ、全然ごちそうすると思う。私家族だもん。家族にはそうね、お金を、ね、いっぱい使いたいと思いますね。なんか揉めるはない。全然本当に。ないけどね、お姉ちゃんの性格上まだだな。あとなんかね、姉妹でもめっちゃ気使うっていうか、なんかなんていうの、気使ってたらなんか変だな、気使ってはないんだけど、親しき中にも礼儀ありみたいなあるじゃないですか。あれがある、ちゃんと。からなんか全然大丈夫。ありがとうございます。そうそう、思いやりがある大事ですね。いくら親しいからといってね、何でもしていいわけではございませんのでね。ありがとうございます。ねえ、なんかさ、秋ってさ、秋っていうか寒い季節になるとさ、なんか爪が伸びづらいらしいの。なんか別の話するんだけど、そう、爪が伸びづらいらしいんだけどさ、みんなどうですか？なんか寒い季節になると爪の伸びが遅くなるんだって。感じる？いきなり、そう。私さ、ネイル始めてさ、で、なんか、そのネイリストの方が言ってたんですよ。なんか寒い季節になると爪が伸びるのが遅くなりますよみたいな。なんで夏は結構早い、結構な回数通ってちゃんと塗らないといけないけど、秋とか冬は結構爪の伸びる速度が遅くなるので、ネイルの回数減ると思いますよみたいな言ってて、あの期間がね、初めて聞いた。え、なんかさ、わかんないんだけど、汗かいたり、なんかどうのこうので、なんか夏は伸びるのが早いみたいな、で秋冬は遅いみたいな。え、感じる？感じない？でも私ね、ネイルしてるんだけど、確かにそうかもってちょっと今感じてるんですよ。ちょっと誰か1年間かけてさ、自由研究やってくれないかな。代謝の、あ、そうかもそうかも、代謝の関係かも。ありがとう。あ、人にもよると思うんだけど、でも一般的にそうなんだって。なんか夏は伸びるのが早くて秋冬は遅い。意識しないよね。でもなんかそんな自分でやったらちょっと1年間かかるのか、忘れそうだな。伸びるスピードが変わるんだって。
そういうのはテレビでやってください。確かにやってそうじゃない、もうすでに。髪の毛も、そうなのかな、夏の方が伸びるの早いのかな、わかんない、それはちょっと。男女差、わかんない、どうなんだろう、あるのかな。うん、なんか何センチ伸びました、何ミリ伸びましたというか、いうよりは何週間で切るのにちょうどいいとかで多分分かりそうじゃない。私さ、ネイルってだいたい 3,4 週間でみんな変えるんですけど、これさ、ちょっと伸びてきたの分かりますか。ちょっとね、シンプルすぎてね、まずネイルしてんのって感じだと思うんですけど、若干ほら、待って、いつ変えたっけ、全然ここ来る前だよ、広島で変えてきたからね。なんか伸びるの遅いと思う。あ、ピンボケしてる、ごめんごめんごめん、ちょっと近づけたらねボケるんよね。爪めっちゃピンクじゃん、そう、ピンク色にしてもらってる、自然なピンクに。うん、10月、10月。ピンクは役に合わせるんだったらもっとキラキラさせようと思ったんですけどね。なんかちょっと ラメとか入れたいなみたいな、ちょっとピンクのキラキラにしようと思ったんですけど、これはもうあれです、そのいつなんかこう撮影系のお仕事が入るか分かんないからこれにしてるもん。そうそう、なんか今結構予定が不安定、予定が不安定っていうのかな、スケジュールが不安定で、そう、なんか分かんないからこれにしてるだけで。ピンクは好きなんだけどね。今ワンコ？本当だ。何ワンコ？わ、トイプードルじゃん。かわいい。わわわわわわ。靴下脱がしてる。わ、かわいいね。かわいい。元気だ。まだ若者だこれは。赤ちゃん。赤ちゃんだ。今日のワンコ赤ちゃんです。トイプ黒いね。ちょっとさ、目があんま見えないけどわかるよ。他の家の犬触れるか、触りたい触りたい、触らせてくださいぜひともって感じ。あの全然触らないんですけど、世の中の人みんな、あの犬と一緒に暮らしてる人たちは皆さんもうどうぞいっぱい散歩させてほしいですね。もうその散歩させてるその姿を見るだけで私は癒されるので、はい、あのもう世の中の犬と一緒に暮らしている人たちもいっぱい散歩させてください。みんな散歩させてほしい。犬が見たい。ももここね、靴下食べないあのね、うちの犬ね全然噛まないんだよね。なんかちっちゃい時からあんま噛まなかったな。うん、なんか歯の生え変わりとかでさ、歯茎が痒くて噛む犬いっぱいいるんだけどね。ももちゃんとか本当に噛まなかった。ココちゃんはちょっとたまに噛んでたけど、でももう大人になったら一個もない、噛むことがない。
顎が弱いとかじゃないと思うんだけど、あとペロペロするかな、けど噛むことがない。ぬいぐるみとか、あ、なんかうちの犬特殊なのかな、わかんないんだけどね、全然おもちゃで遊ばなかったんだよね。なんかそういう噛むおもちゃとかあるじゃん、一個も遊ばなかったかも。ほんと結婚してありがとう。乳歯あるよ犬、生え変わりあるよ、1歳になるまでに絶対に生え変わる。抜けるのポロポロ、前歯とかちっちゃいんだよ、こんなちっちゃいのが抜けるの。いつの間にかね生え変わってる、1歳以内ぐらいになるかな。なんかね小型犬でね、結構ね生え変わりの時に抜けない、乳歯が抜けずに永久歯生えてくる犬とかいるけど、そうそうそう、でも自然と抜けるかな基本は。永久歯が待ってるんでね。あ、目覚ましじゃんけん、ちょっとパー出しといてください。あ、占い来た来た、今天気予報じゃないこれ、今日の順位予想しよう。7位ぐらいだと思う。7位で半分ん12半分より下で予想7位。ちょっと見に行くぞ、行くぞ。あ、じゃんけんじゃんけんじゃんけん、おお、パー出したパー出した、フィッシュアワー、あのなんか嬉しい、パー出しました。あれまだ、ちょっとアイコでした、気が合いました、嬉しい。何これ、まだか、次次なんじゃない、次なんじゃない、来た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 よ。1位サソリ座、サソリ座の女、1位サソリ座です。次は2、3、4、5、いません。次6、7、8、いない、いない、 No so not so good。 あ、10位だ、身だしなみに落としなんでだ、清潔感のある服装、なんだと、清潔感のある服装をしろとのことです。タイマー持ってる、タイマーなんか持ってるわけないじゃん今。私がさ、だってさ、ピッとかって持ってたらびっくりでしょ。あ、スマホにあるね、確かにね、スマホのタイマーでいいの、じゃあみんな持ってるよ。10位でした。清潔感が大事らしい、なんか身だしなみに落とし穴があるらしい。ラビット見て、え、ラビット、なんでラビットでも占いある、え、もう一個の占いにかけるみたいな感じ、なんチャンネルこれ、ゆきんさんありがとう、長村舞です。占いないよ、だってダメじゃん、占いないじゃん、はしご占い、はしご、まあ占いだから、占いってさ
占いだから大丈夫だよ。そうそう、占いは占いだから。占いは本来こうなりますとかって言われて使うものではないんで、占いは気をつけようって自分が意識を持つために見るものだから、これになるかもしれないから気をつけようねって改めて再認識させるようにできてるから。占いはこうなります絶対にじゃないから大丈夫。占いは占い、そうならないように気をつけようって思うためのものですから、自己暗示じゃない、これ本当にそうなの。占いってもともとは本当にそうなの。そうそうそう動揺してないよ。そうだよ、本来の占いはそういうものだから。うん、予防だよ予防。言い方かっこいい、かっこよくない。だってさ、なんか私占い行ったことあるんだけど、普通に占い師さんにいろいろ言われた時があってちょっとへこんでたの。そしたらさ、占いはまたまた来てくださいねみたいな感じで言われて、占いは変わりますんでって、運勢は変わりますしって、いっぱい変わるんで、この、ま、占いだって毎日変わってるじゃん。占い変わりますから、その何ですか、本来は予防的なもので、こうなんか悪いことがこう見えたとしてもこうならないようにしようって思ってそう使うものですから、ってそれに決まったわけじゃないですからねって言われて、分かりましたって。悪いことが出たらそれに気をつけようって思うの。まあ本拠地はね、あなたは骨が折れるかもしれませんって言われたんですけど、一個も折れてません気をつけてるからだね。なんか骨がね、骨が弱いかもしれんって言われたんですよ。なんか骨に異常ありみたいな、折れるかもみたいな言われたんですけど、一個もちょっと折れてない。オーラっていうか、あれだよ、私が、あ、そうそう、なんかフランフランで働いた方がいいですよって占いで言われてなんか私はなんか自己プロデュースとかする力はないみたいな、自分でこうしてこうしてこうしようみたいな、自分でプロデュースする力はないけど、でも可愛いものがいっぱい飾ってあるようなそんな場所にあなたはいた方がいいって。可愛いものを売ることはできる、自分で自己プロデュースすることはできないけどみたいな、だからあなたはフランフランで働いた方がいい。まあ例を出してもらったんですね。フランフランとかで働いた方がいいですよって。でもね、自己プロデュースする力がないってのはね、ちょっとね、わかるわ若干。それは私さ、優柔不断だしさ、なんか難しい、自分でいろいろやるの結構向いてないと思う。下手なタイプかな。うん、わかるわかる、めっちゃわかる、それはわかるわって思ったけど、それはなんか占いとかじゃなくて自己分析的な感じでね、自己プロデューサーも得意じゃないなってな。したいことはあるけど、言われたことをするだけなわけじゃないけど、完全に一人でなんかプロデュースするっていうのは難しいかも。なんかいろんな人の意見も求めちゃうし、なんか自分で考えてさ、これやろう
全部一から自己プロデュースは結構ね多分優柔不断な中村にとっては難しいですね。おい、ありがとう。うんうん、ありがとう。いやでもやりたいことをなんか与えられたことだけするとはまた違うんだけどね。それは違うんだけど。昼一緒に食べるか言って聞いてほしい。昨日初めて外食をしました。東京に来て結構もういろいろと気をつけてたんですけど、もういいかなそろそろってちょっと思って、お米を食べようと思って松の屋に行きました。とんかつを食べましたよ私。いえ、誘惑に負けたわけではございません。もう結構頑張ったからです。でもマジでちょっとでめっちゃお腹いっぱいになった。美味しかったよ、とんかつ食べました。なんか角煮とんかつみたいなのがあって、松の屋にで、なんかね、角煮のとんかつで、ソースが角煮のソースなの。めっちゃ美味しかった。一人で、そうだよ、一人で行きました。なんかさ、すごいの。こう自分のね、こう食券買ったら自分のこうなんか番号が出てくんの。何番みたいな。50番みたいな感じでね。そしたらさ、まあ座ってて待つんだけど、そしたらなんか、できたらその受け取り口に取りに行くんだけど、受け取り口の横になんかこう何ですか画面みたいなのが置いてあって、そこにね番号が表示されてるんですよ。何番何番って待ってる人ので、50番あと3分とか書いてあるんですよ。まあ、そのできる時間が書いてあって、あと何分みたいな、超早いの。しかもできるのが。そう、時間書いてあるの、あと3分みたいな。なんか私が最後に行った松の家の記憶はそれじゃなかったからびっくりして、早い、残り時間がそう出てる、あと何分でできますみたいな。食べました、角煮とんかつっていうのかな、わかんないけど。めっちゃプレッシャー。作る人が設定してるんじゃないの？作る人自分を追い込んで、あと何分で作らなきゃ、あと何分で作らなきゃってやってんのかな。作る人は大体の時間がわかるんじゃないの？作る人側が設定してるのかと思ったけど、そう昨日ね食べました。うん、時間通り来るよ。
美味しかった。お米美味しかった。そう、あったかいのが嬉しかった。なんかお味噌汁がついてくるんだけど、マジでお味噌汁が美味しすぎて、なんかはぁーって感じました。やっぱ味噌汁だよな。なんかあったかかったわ。定食っていいですね。定食、なんで東京いるのに広島にもあるお店に行くの？なんでって言われても、なんで、確かに。そう、食べたかったの。なんかとんかつの気持ちになったんだよね、急に。とんかつ食べたみたいな。ご飯ありがとう。急に食べたくなる時あるよね。あ、なんかとんかつ食べたいみたいな、カツ食べたいみたいな、揚げ物。結構ね、角煮定食ね、角煮って脂身すごいじゃん、だから結構、角煮定食、角煮とんかつもすごいね、あの脂が結構ジュワッとしてたから、多分量はそんな食べれないと思う。旅行で行ってるんちゃうから。いや、まあそうなんよ、そうなんですよ。なんかね、お姉ちゃんと話してて、東京行くみたいな、私がね話してて、東京で何食べようかな、何食べたらいいと思うって言ったら、もんじゃーって言ってて、もんじゃかーと思って、確かになんか東京で有名といえばもんじゃなのかなみたいな、そう、なんか観光客みたいな感じになりますけど、もんじゃかー、もんじゃいかんな一人じゃーと思って、もんじゃってどこにあんの？なんか勝手なイメージ、浅草とかにあるイメージなんだけど、結構いろいろある？もんじゃ、月島ってどこにあるん？月島が有名って書いてある。意外とお店少ない。あ、そうなんだ。もんじゃ、ちょ、月島がさ、どこか分かんない、地名どっかにあるの？駅にもある？と、豊洲の近く、あ、海が近い？築地？へえ、もんじゃが有名なとこなの？一人もんじゃはちょっとできないけどね。
したことない、一人もんじゃ。え、でも私ももんじゃあんま食べたことないかも。本当に数回ぐらいしかないと思う。もんじゃストリートっていうの通りがあるよ。なんかすごいね、東京駅にさラーメンストリートとかあるじゃん。もんじゃストリートがあるの。もうじゃいろんなストリートがあるんじゃないの。とんかつストリートみたいな、ハンバーグストリートみたいな、すごいよ、ストリートすぎ。モンジャストリートすごいな。お好み焼き村と一緒。なるほど、お好み焼き村ね、広島のね。東京駅に沖縄の有名なポータマ売ってる。ポータマ懐かしいですね。私ね、沖縄でコロナになってあのポータマの差し入れもらったんですけど、味が分かんなくてね、一個も、もう味覚がやられてたからさ。しょっぱいんですよ、ただすっごい何の味か分かんないけど、え、しょっぱいみたいな、しょっぱみは感じるの。だから懐かしい、その思い出が蘇るんだけど、なんかマネージャーさんがポータマをね、なんかその入れないんだけどホテルには、でもその受付の人に渡して、そのポータマをね、なんか届けてくれたんですよ。でそれの記憶が、結構ずっしり重量感あるやつだよね。キャッキャしてなんかさ、そうなんか前日にもう体調不良ちょっと感じてて、沖縄に移動したぐらいから着いてからなんか体調不良感じてて、そうでなんかどっかなんか外なんかなんだっけ、なんちゃら通り、国際通り、いやわかんない、なんか見に行くみたいなんだったけど、もうちょっとまあなんか体調が良くないんでちょっと寝ますってて寝て、でその日夜中起きて高熱が出て、でマネージャーさんに泣きながら電話した体調が悪いんですって。とっといありがとう。泣いてた。で、そうそう、なんか千穂ちゃんと同室で、私夜中のもう何時だったのかな、2時か3時か分かんないけど、千穂ちゃん起こして、千穂ちゃん私は熱があるかもしれませんって泣きながら言って、もう千穂ちゃんも寝起きでみたいな、何みたいになって、そう同室だったんで、私は今体調がなんか悪いんです、そうすぐに起こしました、でごめんなさいって言って、でも千穂ちゃんも私よりも前に、ほんのちょっと前にコロナになってたんですよ。だから多分すごい免疫じゃないけどついてて、うつることはなかったんですよ。けど一応起こして、私は今体調が悪いです、その時期コロナが流行ってたから、そうだからうつんなかったの、そう全然、本当にもう直近でなってたから、その期間が全然空いてなかったから、
千穂ちゃんがそう部屋を移ってくれて、その時にすぐに、でその後私はあのホテル移動してホテルの部屋を、そうでもねマジで高熱が出て寒かったんだけど、なんかホテルのあのあれエアコンが一括管理されてて全然あったかいの出なくって、もうガタ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 震えて、そしたらホテルの人が大量に毛布を持ってきてくれてねホテルのもう毛布にくるまって、でずっとそこで、その次その療養のホテルに行かないといけなくって、でももう相当高熱が出てたから動けなくって、でも迎えに来てくれるんですよ。で迎えに来てくれる人から相当電話がかかってくるんですけど、もう出てすいません、もう降りれません、もうあとな、ま、もうちょっと待ってもらっていいですかって言って、であと何時間後にじゃあまた迎えに来ますって言われて、もうちょっと降りれないですねって、降りるのですでさちょっと難しいです全然動けなかったでももうその迎えに来る人も降りてきてもらわないと困るんですけどって、懐かしい、私もその時のこと超覚えてるよあの時は辛かったね。なったことないんでしんどさがわからない。めっちゃしんどかった、多分ね風邪系で一番しんどかったと思います。インフルエンザとかよりもしんどかったから、うん、何度だったか41ぐらいあった、41、人間って41度出ていいのかな、分かんないんだけど41度ぐらいあったよ、なんかマックスの時私なんかもう大丈夫なんかなって思いながら、41、出るのやっぱ そうだから病院行ったの、普通に病院行って点滴してもらって、1日ぐらいは病院で過ごしました。41ってさお風呂ぐらいだねちょうどお風呂ぐらいじゃない、結構暑いよね。なんかさ銭湯最近よく行くんだけど、銭湯行ったらさなんか温度が書いてあるんだけど、41とか42ぐらいだからさ、銭湯の温度お風呂ぐらいだよね。え、銭湯めっちゃ暑いんや。え、41とかって書いてあったはず。こうなんか メモリみたいなのがあってさ。ちあんまり暑くて入ってらんないもん。そう、お風呂になりました。え、今何時なの？なんかさ長々とさこんな思い出話を喋ってたら朝から朝から何の話だよって感じだと思うんですけど、8時、ん？あ、26分、いい、1時間ぐらい喋ってない？やばい、なんか朝から目覚めが今日よくって喋りすぎ
この後はそう、まだもうちょっとあるけど、ちょっとしたらお仕事行きます。ありがとう。ありがとう。みんなもうお仕事かな。お互い頑張ろう、頑張ろうね、頑張ろう、頑張りましょう。月曜日だもんね。布団でごねごね中、ごねごねいっぱいしてくださいね、もうずっとね、寝たいよね。休みの人がいる？ゆっくり寝てください。あ、今日ポッキーの日なんだ。11月11？本当だ。ワン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 の日ですよ。ありがとう。今日は犬の日です。犬犬犬犬。ワン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 。じゃあそろそろ終わりましょうかね。え、ミキャの誕生日だよね。え、そうだよね。あれ、ミキャって11月11日だっけ。1月11日じゃなくて11月11日か。ミキャン、あれ犬なんで犬っぽい耳してるでしょ。そう、誕生日が1がついてた。めっちゃミキャンだから、キャンだから、バン、ミキャン。猫じゃないよ、犬だよ。こっちとこんな耳してるでしょ、葉っぱ。ミキャ犬だよ、あれ。ありがとうございます。しっぽがみかんの花、かわいいんだよあれ犬でした。僕もありがとうございます。じゃあ私はそろそろ壇上呼びたいと思います。待ってねよっちゃん513、ウィル6番さん、お花ちゃんサムさん、くまねパパさん、りょんきゅうさん、きのぺこさん、福太郎さん、しぐれさん、フリーライダーさん、ターキューさん、がんばれっとさん、考えなしさん。1位はドロロロドドン、ミッキーさんでした。ありがとう。ということで皆さん、朝から配信を見てくださってありがとうございました。今日も一日頑張りましょう。お仕事いってらっしゃい、行ってきます。休みの人はゆっくり休んで、良い一日を。じゃあまたね、ありがとう、見てくれて。3、2、1、またね。